には名前をつけます。チェッカーの立ち上げ画面です。ここにスタートアップ項目および無効にしている項目と2つのボタンがありまして、普通は立ち上げた時にはスタートアップ項目がここに 次から次へと表示されています。無効の項目を見るときはこう押すと画面が変わって、現在無効にしている立ち上げのプログラムが出てきます。さて、一つスタートアップ項目に指定しているアドーブメディアプレイヤー、これが毎回出てくるんですけど、それほど使わないのでこれを一部を中に隠します。ここをクリックして、そうするとここに下に、スタートアップアドーブメディアプレイヤーで場所が、ファイルの場所がここ出てきます。これで無効化を押します。そうすると消えますね。こういう形で消していけばいいわけです。それで